こんにちはクレータージャパンの佐原舞ですえ皆さん動画編集の単価は上がっていますか はいあの今ですね編集スキル身につけたけど、まあ、なかなか営業することができていなくてとかお仕事を受けているけれど、まあ、低単価で受けてしまっているよという方あの少なからずいると思います、まあ。今回はそういった方に向けてあの単価をぐんとアップする、えー、3ステップっていうのは今回テーマにしてお話ししていきますので是非、まあ、ですねこれから、えー、と単価を上げていきたいなというふうに思っている方はこちらの動画最後までご覧ください。 はい、でですね今すごくこういった YouTube の普及もあったりとかして、まあ、動画のの市場っってていいうものがすすごく、ね、高まっているんですよね、まあ、それに伴ってあの編集することができる、まあ、その編集スキルを持っている編集者さんのま需要も高まっている背景の中であの、まあ、その需要が高まっているからその単価も、ね、高いのかっていうとあの、まあ、そんなこともなくて、まあ、こういった YouTube 同じ編集をしていたとしても、まあ、単価が高い人もいれば単価がまあ残念ながらこう低い人もい いるるっていうのが現状あるんですよねじゃあそもそもなんでこの高い人もいれば低い人もいるのか、まあ、このえっと差は何なのかっていうところを皆さん考えたことありますかね、はいまあ、もちろん編集技術であったりとかセンスっていうところはあるとは思うんですけど、まあ、個人的にあの持っているその結論っていうところがセルフブランディング力があるかないかだと思っております。はい でまあ、今回ですねこういったセルフブランディング力を上げる方法をご紹介していくんですけどまずですね皆さんセルフブランディングって何かわかりますかねあのセルフブランディングじゃなくて、まあ、ブランディングっていう言葉を聞いたことがあるって方いると思うんですけど、まあ、ブランディングっていうのが消費者に抱いてもらうイメージを作ることのこととなっております、まあ、例えば皆さんが知っているこのアップルですねはい、まあ、私もすごくあの大好きなんですけど あのこのアップルってあのどういうふうなイメージありますかっていうふうに聞かれると、まあ、例えば、えっと「性能がすごくいいです」とか、まあ「見た目がすごくスタイリッシュ」とか「軽くて、えっとまあ、早い」とか。 まあ,あとはですね、あのまあ、その仕事できそうとか何かそういうふうな連想するイメージってものがあると思うんですけど、まあ、でもそれってあの自分がこのアップルを見て何、えっと、て言うかな思い描いているイメージだったとしてももともとはこのアップルを作っている、まあ、このマッ c を、まあ、その作った人が、えっと、消費者に対してこういうふうなイメージを持ってもらいたいっていうふうなえっとその えっと、イメージをまずその考えて、えー、それに基づいて作っているから Mac ってシンプルでかっこいいよねとか Mac、えー、持ってる人はあのなんていうかな仕事できそうだよねっていう風なな、まあ、イメージを えっとまあ、作ることができているんでですよねでも例えばじゃ逆に、えっと、アップルの、えっと、創業者の、えー、人が、まあ、こういったスタイリッシュなデザインではなくて、まあ、親しみのある可愛、えー、いいポップな、えっと、パソコンを作りたいっていう風に思っていたら、まあ、もしかするとりんごのね形をした赤いパソコンができていたかもしれないわけなんですよ。 はいまあ、それってその作り手がえっと消費者に対してどういうふうなイメージをも、えっと、持ってもらいたいのかっていうところで、まあ、全然その完成するえっと商品とかサービスが違うっていうのがまあ少しえっとこの話題で分かっていただければすごく嬉しいんですけどで、えっと、まあこのえっとそういったブランディングっていうところがすごく大事でじゃあセルフブランディングって何かっていうと、まあ、自分を商品だと思って IT に対してどういうふうなえっとイメージをえっと作っていくのかっていうところが大事になってくる。 んですよね、例えば、えっと、皆さん今私のねこのチャンネル見ていただいてるんですけど私に対するイメージって何かしらあると思うんですよね。まあ、初めて見たよっていう方は是非あの下のねあのチャンネル登録をしていただければ嬉しいんですけど、まあ、もしかすると。 まあそのサハラさんってあのなんかこういろいろと分かりやすく伝えてくれる人とかなんかすごくまあナチュラルな雰囲気な人とかなんかそういうふうに思ってくれる人がいたらあの私のセルフブラ自身もなんかすごくななんて言うのかな、まあ、こういったお金を稼ぐ方法とか副業とかそういった人っていうのは結構ですねあの まあ,あんまりこうナチュラルな発信をしてていいる方っっなかったと思うんですよね、まあ、なんで私はそういったもともとナチュラルなこう自然体なえっとスタイルがすごくこう好きだったりしたので、まあ、そういったナチュラルな雰囲気であることっていうところと、えっと、物事を分かりやすく伝える人でありたいなっていうふうに思っているんですよね、まあ、そういうふうに分かりやすく伝えていくと、まあ、最初は動画が伸びなかったとしてもあの最終的になんかその分かりやすいので、まあ、結果伸びてくれるだろうっていうふうに思ってまあ発信をし続けて、まあ、今ある程度こう見てもらえるようになっているんですけど けど、まあ、そういうふうに今自分自身がどういうふうに、えっと、なんていうかな、えっとまあ、作っていきたいのかっていうふうな、まあ、そういうふうなゴールを決めていたからこそ、まあ、そういうふうなこのゴールに戸惑、ね、った。 まあその行動をしていくことができてそういうふうなことをイメージしているからこそ、えー、と同じようにあのサ,ハラサハラさんといえばこうな何かっていうようなあのイメージがつ作り上がっていくわけなんですよね。まあ、なので皆さんが今、えー、と動画編集のお仕事を受けている中で例えばお仕事なかなかその、まあ、低単価な案件が多いよっていう方は、えー、低単価で受けるそのブランディングには成功しているかも 知れないんですよね、まあ、高単価の案件を受けたいなっていうふうに思っているのであれば自分自身がその高単価で受ける人のブランディングっていうところを意識して行動していくことができれば、まあ、少しずつですねその高単価な案件を受けれる人に近づいていくので、まあ、今回の動画を最後まで見ていただいて、まあ、どうしたら高単価で受けれる人になるのかなっていうことをちょっとイメージしながら、えっと、最後まで動画を見ていただきたいと思います。はい それはですね、セルフブランディングのやり方を3ステップでご紹介していくんですけど、はい、でまず一つ目がですね、マーケットの選定ですね、まあ、これは動画編集者さん向けにお話ししていくんですけどまず皆さんどんなことに興味関心がありますか はいまあ、もしかすると、まあ、ゲームが好きとか、まあ、アニメが好きとか、まあ、何かこう、まあ、ルームツアーなんかそのお家が好きとかなんかそういう,うなあな自分が興味があるものってあると思うんですけど、まあ、そういう風な まあ、自分が好きで興味関心があって自分の強みっていうところを生かすことができる、まあ、その市場はないのかなっていうことをまずはねあのリサーチしてほしいですね。え今 YouTube にある、まあ、動画のジャンルってどまざっあるんですけどちょっとお見せできないねあのジャンルもあるかもしれないんですけど「まあ、h o w t o と,とか「音楽」とか「料理」「漫画」「投資」え「v l グペット、t 本の要約、ゲーム実況」とかですね。 はさ、い、まざ、あ、まなジャンルがあるんですけど、まあ、こういった、えっと、ジャンルの中から、まあ、自分自身がえさっきも言ったんですけど興味関心があるジャンルを、えっと、見つけてみてみくださいえそしてですね自分が興味がある、えっと、ジャンルを見つけた後に、にかつ、えっと、編集を依頼したいと思っている人が多いジャンルなのかっていうところもちょっと見ていただきたいんですよね。 はい、例えばも、えっともと、まあ、すごく人気のエンタメ系であったりとか、まあ、最近、えっと、人気の Vlog 系そしてえビジネス系この3つのジャンルに絞って、まあ、少し、えっと、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。 はいじゃあ、えっと、まずですね1つ目の、まあ、エンタメ系のジャンルですねえこのエンタメ系の発信をしている人でえ編集者さんを求めている人がえ多いか少ないかこれをイメージで考えてみてほしいんですけど、まあ、どっちかというと、まあ、多分多いんですよね。 はいじゃあ単価はいくらなのかっていうことを考えてみると、まあ、1本あたりですね、えっとえっと、5,000円から8,000円、まあ、少しね低く見積もっているんですけど、まあ、1本あたり5,000円から8,000円っていうえっな印象ですね。はい、まあ、じゃあ次に今人気の Vlog ですね。 はい、私もね好きでよく見ていたりするんですけどでこの Vlog を発信している人は、えっと、編集者さんを求めている人が多いか少ないかで考えてみると、まあ、比較的少ない方だと思います。まあ、というのも、まあ、Vlog を発信している人って何て言うのかな、まあ、自分で編集したい人が多かったりとか、まあ、自分しか編集できないっていう風うな、まあ、内容も多かったりするんですよね。まあ、なのでで比較的 Vlog まあ、vlog をアップしている方っていうのはまあ、自分で編集している方が多いですしまあ、編集者さんを求めていないケースの方がまあ、多かったりします。まあ、でも依頼する方はいるので、まあ、1本あたりの単価で言うと、まあだいたい3000から5000ぐらいかなっていう風うなところです。 はい、まあ、じゃあ、三つ目に、えっと、三、えっとえっと、つ目のビジネス系ですね。まあ、この、えっと、ビジネス系の発信をしている方で、まあ、編集者さんを求めている人が。多いか少ないかっていうと、あの、かなり多いです。はい、まあ、ほとんどビジネス系で発信している人は。もう、自分でも絶対編集したくないっていう方が多かったりしますね。まあ、私は割と、あの、なかなかアップできない日があると、もう自分で急いで編集して、投稿するとかあったりするんですけど。まあ、私自身も基本的に編集はあまりしたくないと思っている。 タイプですね、まあ、なのでいつかねこの動画見てくださっている方が私の YouTube の編集とかね、まあ、担当してくれる人が出てきたらいいなと思っているんですけどで、まあ、比較的このビジネス系っていうのは、まあ、ビジネス系で発信している人って他にビジネスをしている人が多かったりするので、まあ、なので割とそのお金に余裕がある人だったりもするんですよね。まあ、なので単価自体も8,000円か1万円とか、まあ、結構高い単価でお仕事を受けることができる市場となっております。 はいまあ、こういうふうにその何ていうのか YouTube の市場の中で発信されているそのジャンルがあって。 でそのジャンルの中でも編集者を求めているか求めていないかとか、まあ、単価とか、まあ、すごくですね細分化していけば結構、ね、気づくことってたくさんあったりするので、まあ、そういった、えっと、深掘って考えてみるっていうことをしていただきたいんですけどじゃあ,、えっとまあこういった、えっと、ジャンルを絞っていく中で本当に自分が参入したいいジャンルはどれななのかなっていうことを決めていくんですよね、えっと、この時にですね、まあ、安易に、えー、じゃあビジネス系の人はすごく、まあ、お金を持っているから あの何て言うかな？えっとまあ、ビジネス系で行ってお金稼ぐぞうっていう風うに思ったとしても、あのあんまりやっぱりその長続きしなかったりすると思うんですよね。まあ、個人的にやっぱりそのお仕事とかっていうのはまあ、好き。好きとか、なんか自分が情熱を持ってできる分野じゃないと。まあ、最初はなんかそのお金を稼げたとしても、結局ま計測的なお金を生み出すことってできないと思っているんですよね。まあ、なので、自分自身が好きかどうかっていうところも、あの参入する市場の。 まあ、選定材料としてはすごく大事にしてほしいと思っております。はい。まあ、なので、えっと、まず1つ目は、えっと、マーケットの選定をしていただきたいです。はい。で、次にですね、2つ目なんですけど、まあ、これが、えっと、自分の見せ方を決めるっていうところですね。はい。えっと、まあ、動画編集者さんとか、まあ、これからですね、副業していきたいと思っている方は、Twitter 運用することをおすすめしております。はい。で あのクライアントさんとかもなんかそういった、えっと、ポートフォリオとかの動画を見て、まあ、どういった編集ができるのかなっていうところであったりとか、まあ、自分たちが望んでる編集にしてくれるのかなっていうところも、まあ、もちろん見るんですけど、まあ、それ以上にツイッターとかで発信している、えっと、ツイートの内容であったりとか、まあ、その世界観とか、まあ、どういう人なのかなっていうふうな、まあ、人となりで判断するケースもすごく多いんですよね。まあ、私で言うとほぼ、えっと 80%人となりで決めていて、まあ、残り2割ぐらいがどういった編集スキルがあるのかなっていうところをで、えっと、判断していますね、まあ、なので例えば単価を上げていきたいなというふうに思っている人が、まあ、Twitter のプロフィール欄で例えば動画,編集、えっと、動画編集初心者ですっていうふうに書いていたりとか、えっと、Twitter のアイコンとかもなんかその顔とか何かその、えっと、なんか可愛らしい なんていうかなアイコン化した画像とかじゃなくて、まあ、なんかその空とかの背景の, <laughs> あの画像とかだったりしたらあのどういう人なのかもなかなかイメージすることできないですし、まあ、ツイートも全然してないとかだとあの、まあ、すでに自分が、えっと低えっと、高単価な案件を受け,て受けたいと思っているけれど、まあ、でも自分がやっていることって、まあ、低単価で、まあ、あのかつお仕事をも,もらえないような行動をしているっていうふうな、まあ、現在地があるわけなんですよね。まあ、なののでこの えっとまあ、自分が目指しているところと、まあ、現在地を、まあ、しっかり、ね、見極めることもすごく大事で、まあ、なので、えっと、これからですね高単価な案件を受けていきたいなというふうに思っている方は、まあ、しっかりプロフィールの画像であったりとか世界観とかプロフィールの内容とかですね、まあ、こういったところをまあ整える必要が、えー、あります。 はいまあ、なかなか最初はその高単価な案件を受けることも、まあ、実績がないのでできないんですけど、まあ、自然と案件をこなしていくと,、えー、と例えばですね、まあ、よくそのエンタメ系の編集を、まあ、その得意としているのであればエンタメ系が得意な編集者ですっていうふうに、まあ、打ち出すこともできますし、まあ、例えば YouTube の編集者さん例えば、えー、と10万人超えの、まあ、YouTuber さんの編集を担当していますとか何かしら、えー、とパッとを見た時になんかこうキャッチなんかあすごいな すごいなっていう風に思ってもらえるような、まあ、何か実績を作ることができたら、まあ、そういうふうななので自分自身がどういうふうに見られたいのかっていうことをしっかりイメージして、まあ、自分自身の SNS であったりとかポートフォリオとか、まあ、メールの文章とかそういったところを意識して発信するっていうことがすごく大事になっております。 はい、えー、そしてですね3つ目が、えっと、スケジュールに落とし込むっていうところですね、まあ、これめちゃめちゃ大事であの今、えー、低単価の案件を、ね、受けてしまっているよっていう方が、まあ、高単価の案件を受けたいなっていうふうに思った時に、まあ、いきなり「 えっとまあ、そのシュートチェンジしていけるのかっていうと、まあ、全くそうじゃないと思うんですよね。まあ、ブランディングとかも自分でなんかこうイメージを固め,固めていかないといけないですし、まあ、いろんなものをね結構ね変えていかないといけないっていうところがあってまずはですね、えっと、最短、えっと、3ヶ月後までにどういうふうな行動をしていくのかっていうことを、まあ、具体的なイメージとどういうふうな行動をするのかっていうところをちょっとですね書き出していただきたいと思っております。まあ、例えば えっと、1ヶ月目で、えっとまあ、まずはこの1か月間は、えっと、編集レベルをアップするために、まあ、人気 YouTuber さんのテロップデザインを真似て、えー、まね、あ、て10個作ってみるとかですね。はい。あの もともとテレビ今もされてるのかもしれないんですけどテレビ局とかで働いていた人のチームとかも作っていたりとかするのですごくテレビのノウハウとかもかなり生かされているのですごくね参考になるのでそういったうまいなっていうふうに思う人のテロップデザインを参考にして作ってみたりとかどういうふうに編集しているのかっていうところを分析するっていうこともぜひしていただきたいと思っております。 はいまあ、なので1ヶ月目はそういった編集レベルをアップするために、まあ、スキルアップをする期間に、えっと、すると。じゃあ2ヶ月目ですね。はいえっと、1ヶ月目に編集スキルをアップすることができたので2ヶ月目はポートフォリを再度作り直して、まあ、営業文書を見直して単価を上げたバージョンの、まあ、その 金額表も作っていくとかですね、まあ、そういったところをしていくっていうふうに決めて3ヶ月目ですね、はい、3ヶ月目はその1ヶ月目とか2ヶ月目とかでうまくいったこととか、えっと、予定していたけれどできなかったことをこの3ヶ月目で修正と改善をする期間っていうふうにしていきます。 はいまあ、そういう風な感じで1ヶ月目2ヶ月3ヶ月目っていう風うな、まあ、例を少し、ね、出させていただいたんですけどあのそこまで事細かくなくていいので、まあ、具体的に大きな、えっと、そのテーマとして、まあ、編集スキルをアップするとか、えー、営業ポートフォリオをこう修正するとか、まあ、1ヶ月2ヶ月目できなかったことを3ヶ月目で帳尻を合わすとかですね、まあ、そういったことを えっとまずは考えてみてそれをこなしていく3か月間をすご、えっと、過ごしていただきたいですね。まあ、いきなりやっぱり高単価を受けたいと思って、まあ、1日2日とかでそシートチェンジすることはできないと思うんですよね。まあ、そのゲームとか,なんかポケモンとか私も全然してないんですけど、まあ、いきなりなんかレベル10の状態からレベル100の状態っていきなり無理じゃないですか。でレベル20くらいになってきたらもうなんかこうねもともと勝っていいって感じでレベルアップねしていたけども。 なんか20ぐらいになってくると、こんな感じ。コツコツしかあの積み重なっていかないと思うんですよね。まあ、大体えっと最初の多分レベル1からまレベル。 まあ20くらいまでは皆さんその頑張ることできるんですけどこのレベル20から100までに行くところを、まあ、そのゲームだと頑張れるけど自分の人生でちょっと無理みたいな感じで、まあ、諦めてしまう人が多かったりするんですよね、まあ、でもだからこそそういった人が多いからこそあのその20から100までの段階に来た時に、まあ、コツコツですね継続的に諦めずできる人っていうのがやっぱりその高単価な案件を受けている人だと思っておりますので、まあ、なのでですね自分、ま 自身がどういうふうになりたいのかっていうふうなことの,、えっとまあ、そのセルフブランディングを決めて、まあ、それに基づいた行動っていうのをしっかりねあの行って、まあ、諦めず、えーそのまあ、行動していくっていうことをねぜひ意識していただきたいと思っております。 はい、まあ、という感じで、まあ、今回はですね単価をぐんとアップする3つの3ステップについて解説させていただきました3ステップの内容がまず1つ目のステップがマーケットの選定をすることそして2つ目が自分の見せ方を決めることそして3つ目がスケジュールに落とし込むんですねこの3ステップを皆さんちょっとメモにしていただいてこちらをね意識しながら行動していただきたいと思っております はいまあ本当に今動画編集以外でもこれからの,、ね、その個人の時代をま生き抜くためにはセルフブランディング力っていうところがまあすごく求められるスキルになっていると思いますので、まあ、こういったえっと部分をねぜひ意識して活動していただきたいと思います。はい、でですね、まあ、私たちのクリエイターズジャパンでは「人生をもっとクリエイティブに」というのをテーマのもっと,、えっとこういったまあ映像制作に役立つ情報を発信しておりますので是非、まあ、ですね今回の動画 役に立ったよっていう方は高評価ボタンとチャンネル登録そして LINE アートの方で6日間の動画編集講座を受けることができますのでぜひ、まあ、そちらも LINE アットに登録していただいて無料で講座を受講していただければと思いますそれをですねやっとあの最後まで話すことができましたねかなりなんか2時間ぐらいちょっとね久しぶりに話すので苦戦したんですけど、まあ、そろそろ動画終わりたいと思いますやっぱりあの私もね今 YouTube 発信している中で本当にうまくいかないこと ことの方がたたくさんんあったりするんですけど、まあ、でもですねやっぱりなんか大人になって何か新しいことにチャレンジするとかうまくいかないことをね経験することができるっていうこともすごくいい経験だと思っておりますので是非ですねあの私も今頑張っているので是非皆さんも一緒に頑張っていきましょうそれではですね今回の動画最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。